日の本の国大名と名乗る者どもの領地略奪紛争により暗黒の世に突入せり、この長きにわたる紛争の歴史を戦国と呼ぶ。大名、戦国の世に終止符を打つべく強大なる力に助けを乞う。その力、忍者という。忍者人にして人にあらず。忍者常識をはるかに超え、天空をかけ大海を渡り、日に百里の道を走るという。強大な忍軍に取り入りし大名、その力により多くの領地を我が物とする。大名武田信玄、さらなる野望を願い、極秘裏に強大な忍軍を育て上げようと目論むものの、野望半ばにして人生に幕を引く。信玄が隠れ里において育てし最強の忍軍、その全貌を表すことなく存在を闇に葬られる。その名をはぐれすっぱという。But remember, it's the easy way.